今回は、またまた中川拓弁護士を、こすっていきたいと思います。中川弁護士はコラボ最強弁護団の一人で、暇空あかね様から過去に合計2回も、懲戒請求を出されている弁護士です。もろちん出したからといって必ずしも通るとは限らないわけですけれども、同じ人物から短期間に2回も懲戒請求をされるという、非常に変わった弁護士です。しかも例のふざけた答弁書のせいで、今後3回目の懲戒請求を出される。という可能性も否定できません。この流れで懲戒請求ハットトリック、あると思います。暇空あかね様は具体的には明かしていませんが、中川弁護士に対して対応を取っていくことを明言されていますので、今後の展開が楽しみです。なおノートにて有料販売中の、中川宅懲戒請求弁明書に対して、ネット上ではガチホラー作品、怪文書といった熱い称賛の声が寄せられています。いやいやでもそんなことないでしょ。彼は弁護士なんですよ一応。余裕があれば今後実際に購入して確かめてみたいと思います。ちなみに中川弁護士、皆様が思っている以上にヤバいかもしれません。とある女性とレスバした件については結構闇が深いですね。それでは中川拓弁護士に対する皆様のコメントを一部紹介させていただきます。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。頭が良い方なのでしょうが、生まれてくる時代と国を間違われた。弁護士は資格であって所詮は一人の人間。どう向き合っているのかは個人差があります。一人くらい擁護してあげなよ。まあそんなおめでたい人はいないでしょうけどね。アンバサはたとえ弁護士懲戒食っても裁判全敗しても、構わない時間稼ぎの厚労省や東京都に有識者や構成員として出入りし、自分たちに都合いいルールを作ってしまえばコラボ側の勝ち。ルールを作るまで変な言動しておとりになるのが彼の役割。書面書いたのが神原はじめ弁護士のように思われるとはいえ、自分の書面を読み返したりする丁寧さが全くない弁護士だということは分かりました。基本的に会話が成り立たない人という印象を強く受けました。その点は夢にゃんと同じタイプですが、あの界隈ってどうやって意思疎通してるのか本当に謎です。自分の中の弁護士像を完膚なきまでに破壊し尽くした存在。神原はじめ弁護士も添えて、弁護士よりも活動家であることを優先してしまったんだな。弁護士に対するイメージがだいぶ悪くなった。風評被害受けてる普通の弁護士さんが気の毒。弁護士資格ってのが、普段の活動報告からの審査で、弁護士免許を更新する制度化が必要だと理解した。弁護士は法律の知識と、他人を納得させる能力がないとなれないと思ってた。真面目に弁護士をやってる人、弁護士資格を取ろうとしている人に謝ってほしい。最近弁護士という職業が何なのか疑問に思う。昔でいう貴族階級だろ。最高速で墓穴を掘っていく。Twitter で見てても、頭に血が昇ると IQ がぐんぐん下がっていくのがよくわかる人だった。これを懲戒できないようなら、弁護士そのものに対して不信を抱くわ。正直もう今後弁護士の世話になる時が来ても、まずは名前でググっておかしなやつじゃないかは、調べるよねじゃないと怖いもん。これほど懲戒請求されてしっくりくる弁護士なんてそうはいない、と思ったけど、コラボの記者会見に出てた神原、太田、角谷ユタポンの弁護してるやつとか結構いたわう。結果的に日弁連には事情作用がないということを証明した功績は大きいと思う。教員に免許更新があるなら弁護士にも必要でしょ。活動家か弁護士なのか迷うレベルの人物。勉強できると知識があるってほんと別なんやな。この人に言っても無駄だなと思ったら苦情伝えず知らんぷりするから、あの弁護士の周囲には、きちんと意見を言ってくれる人がいないのかもしれない。弁護士さんって怖いんすね。暇そらし側の弁護士には頑張ってイメージアップしてほしいな。飲み物の方のアンバサは大好きだけど、今までどういう人を弁護して勝ったか負けたかを、一般市民が閲覧できる仕組みが必要なんじゃないかな。常に自分が正義であると考え、自分の行いに間違いがないと思っている人、なので扱いやすい人だと思います。多分何を言うても暴言と言われて、リーガルハラスメントにされてしまうのでお口チャックです。リベラル界隈なら平均的な人物じゃない。早く降参しねえかな。ないだろな。コラボ関係者は悪者って印象を与えるための自爆行為にしてもやりすぎる。最後までご視聴ありがとうございました。